っの感想をお願いししまます報復されましたね <laughs> えっと前回のザマッチからの試合再戦という形になりましたけど、えっと、金子選手、前回とた戦ってみて何か違うところとかそういうところはありましたでしょうか。す僕 もこの試合にかける思いはすごかったんですけど、まあ、相手のこの試合にかける思いの方がうが、んまあ、強かったのかなとそういう、はい感想ですそこでやっぱりこの勝敗が分かれたなというところは感じますすかそうです、ね、もうでねも2回倒されているのでもう完敗ですね。 一回目ダウンした時っていうのは、自分の中では覚えてる形ですか。記憶は覚えてます。はい、二回とも。やはりちょっと最初ダウンした時、少し焦ったところはありましたか。そ,そうです。焦ったし。そうですね。うまいこと。ちょっと見えない角度から。 もらったなっていう感じです。えっと二ラウンド三ラウンドとまああの三ラウンドダウンは取られましたけどその後巻き返す形は見せましたけどやはりここで崩しきれなかったっていうのはご自身の中でどうどうですかその逆転できなかったというところ。うん、まあ二回倒されているんでもう完敗かなっていう。 <laughs> えっと今回あの破、ー、れてしまいましたけどえっと今後あのー、どういう形でこう巻き返していこうというのはありますか <laughs> ちょっと正直今はもう何も考えれないですねわかりましたありがとうございます他ご質問ありますでしょうかはいでは皆さんお願いしますお疲れ様でした <laughs> えっともう一ラウンド最初にダウンを奪われた時なんですけどもかなり あのもずれた状態から4右4連打ぐらいもらってダウンしたように見えたんですけど何発目で聞かされちゃったとかってです、ね、記憶はございます何発目いやちょっと多分見えてなかったんで覚えてないですねまきその後の記憶とかはあるんですけどその何発目とかは分からないです今日具体的にどんな作戦を立てて挑んだんでしょうか しっかり顎を引いてもらってもデコでもらうというかまあでも相手の方がうまかったなという印象ではいじゃあマッチで戦った時よりもうまさは感じましたかそうですね 倒されてるんでもう何も言えないですわかりましたありがとうございますありがとうございます他ございますでしょうか大丈夫ですかはいでは以上で終了しますえっと、では鈴木雅彦選手のインタビューでしたありがとうございましたありがとうございました